はい。 今回は僕たち日本国民の生活に関する、まあ、とても大切な、まあ、ニュースについて考えていこうと思います。いくつかあるんですが、まあ、その中からまあ2つですね、えー、今回は取り上げていこうと思います。まず1つがですね、えーまあ、岸田の物価を上回る賃上げに関するくず、まあ、発言ということで、えー、やはりこのようなことは無理だと思っていたんですが、あ無理であることを岸田がまあ認めたとで。これからですね暑い夏に、えーまあ、向かいますが、僕たち日本国民の生活が、 厳しい、さらに厳しいっていう、まあ、そういったことを示す、まあ、そういった内容を真剣に考えていきますので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、まあ、僕もそうですけど、最近暑いじゃないですか、だかそろそろエアコンがね、まあ、必要かなっていう感じなんですが、 まあエアコンを使うと電気代も上がるっていうことで、まあ、それが日本国民のですね、えー、まあ悩みの種である、まあ、そういった今、状況であると思います。まあ、ただね、えー、暑い中、エアコンをつけないと熱中症とかになってしまいますから、まあ、本当にね、えー、まあその僕もそうですが、皆さんもエアコンをきちんとつけて、ね、その暑さ対策をしないといけないっていう、まあ、そういったことなんですが、まあまあまあ厳しいなっていう、まあ、そういった話です。でこの 日本国民、庶民がですねこの、まあ、夏の暑さ、猛暑、プラス生活苦なんですがあまあ政治家というのは自民党の、ねえー、裏金の件で、えーまあ、ぬくぬくしているともう意味がわからないのもいいところなわけですからねで岸田がですね、まあ、言っている話が、まあ、デタラメであるということを思っていたんですがあそれがデタラメであるということを自分で認めたんですね2日ぐらい前かな6月7日のまあニュースにあって え、まあ、少しのまニュースなんで、それにまあちょっとご存知でない方もいらっしゃるかと思うん。でこの内容をですね考えていこうと思います。物価上回る賃上げ、来年以降を目指すとま岸田は発言したんですね。岸田は6月7日にえま官邸で開いた新しい資本主義実現会議で、来年以降に物価上昇を上回る。賃上げを定着させるべく。 政府を挙げて取り組むを強化すると述べたと、うん。でたらめもいいところじゃないですか。できないとは思っていましたけど、できないということを認めたんですよね。今年は賃上げができないということを認めたんですよ。そもそも岸田の言ってる話っていうのは無理があるんですよね。な,な,なぜかっていうと、この今の厳しい、ね、日本経済の状況の中で、賃上げなどできるわけがないんですよ。で、100歩以ずて賃上げができるとしたら、 ごごくごく一部の大企業が少しだけでできるということですあの中小企業はもう会社を維持継続することも精一杯で大企業だってもその、ねえーまあ、輸出とかそういったものに関係してないところは多分厳しいんじゃないかっていうことなんですがこれは岸田は何を言ってるのかっていうと今年は賃上げはできませんねっていうことを言ってるわけですよ自分でするって言ったのにさらっとできないっていうことを言ってね、うん、でまあそもそもこれ何がおかしいのかっていうと えー、岸田はですね来年も自分が内閣総理大臣でいることを前提にしてますけど、うん、岸田は来年、内閣総理大臣でない可能性が高いですからね、国民がもうね、えー、岸田を、ね、一刻も早く内閣総理大臣からね、えー、下ろす、岸田を下ろして、他の人間、まあ、自民党であればダメですから、もう本当ね、政権交代、そして野党にね、えー、もう切り替えていかないとダメだって、そういった状況なんですが、何を思ったか知りませんけど、のんきに来年も内閣総理大臣でい続けると思ってるんでしょうね。 国民の全く支持を得られていない人間がこういうことを言ってること自体はおかしいと思うんですよ。で、まあ、もしがつきますけど、この今の経済状況であれば、来年になっても賃上げなんていうのはできません。できるわけがないんですよ。 で岸田っていうのは何を思ってるか知りませんが、宗、ねえー、主国米の言いなりなのか、東丸の言いなりなのか、全くもう日本国民のことを考えていないとしか思えない、えーまあ、このね、えー、クズ発言、えーまあ、言ってることはもう話にならない、君政策の岸田ですが、今っていうのは、皆さんも僕も、まあ、思ってることがありまして、生活必需品ですよね、スーパーで買い物したり、そういった,の、ねえー、いいったものが全体的にもうどん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 ,どん物価高、値上がりしてるわけですよ。 でえー、国民の給料の手取りが25ヶ月連続で下がってるっていう、過去を、まあ、最低記録を更新してる、まあ、このスタグフレーションっていうことなんですが、でマスコミっていうのは、このスタグフレーションという言葉を使わないんですよ、生活必需品の値段が上がって、給料の手取りが下がるっていう、極めてこの経済の悪い状態のこのスタグフレーションで、うん、こ,のこ,こ,こういったことに関して、でこの状況下に関してあの、賃上げなんて不可能に決まってるんですよ。 もう言ってることがもうおかしいとしか思えないです。で、この今の状況は何が必要かって言ったら、令和の山本太郎さんがおっしゃっているように、消費税を廃止して、のが減税ですよね、消費税を廃止して、日本国民全員に給付金を配って、中小企業にお金を、ね、投じる積極財政が必要なんですよ、これをやって、初めて経済の循環が良くなって、それからですね、えー、他のことを考える、えー、必要があるんですが、何一つやらないわけじゃないですか、消費税を廃止しないし、国民全員に給付金を配らない。 積極財政をしない。で、えー、賃上げは無理でした。ああ、来年からにしますって。うん、できるわけねえって分かってたわっていう話なわけですよ。で、こういったものをさらっとね、えー、まあ言うあたり、もう本当に国民からしたら許せない、えー、そういった状況です。だから、岸田とかまあ自民党っていうのは、日本国民の声など聞く気が全くないんですよ。完全に無視してますからね。で、夏になって、これから暑くて、国民がね、えー、その経済的に厳しい状況下において、何も考えない、まあ岸田ですよ。 だから皆さんも思ってらっしゃると思うんですが自民党あるいはですね、えー、自民自公に投票し続ける限り日本国民の生活が良くなることはないんです。よ。 なんでかっていうと、まあ、自民、自公、まあ、維新、まあ、ほとんど9割の議員って言って、与野党も、ねえーまあ、含めて9割の議員って言いますか、えーあの、国民のことを考えてないんですよね、うん。自分のことしか考えてないじゃないですか。今だけ、金だけ、自分だけ、自分の地位とか、そういったものを守ることしか考えてない。でそういった人間からです、ねえー、国民のことを考える、その人たちに政権交代、えー、させないとしょうがないわけですよ。令和の山本太郎さんとかね、共産党の、まあ、一部の議員の方とか。 とにかくそういった方たち野党に政権をね移していかないともうどうにもならないんですよ自民党っていうのは何を言ってるのかっていうとアメリカの言いなりじゃないですか防衛費をどん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 拡張して防衛費なんていらないでしょ普通に考えてだって日本っていうのは有事をしない前提なんですからそれで有事をしない前提でなんか防衛費を買ってる理由わけわかんないんですよ でえー、少子化っていうのも,もう決まってるわけですよ、消費税を廃止してね、うんあのー、子供にかかるお金、学費とか給食費の無償化をすればいいで、あるいは金が必要なんだったら国債を発行すればいいにもかかわらず、少子化と称して国民から増税するわけでしょ、保険料にを上乗せしたり、あるいはです、ね、全くもう無意味としか思えない大阪万博、ね、工事の時に、えー、事故を起こしている大阪万博をやめずに、そこにどん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 ,どんこ公金税金をあの投入していくと。 で何が必要かといえば、能登の復興が必要なんですが、能登の復興は全くしない、あの辺野古の基地ですよね、辺野古の基地にも金をどん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 使う、全く無意味なものに金を使うんですよ、必要のあるものには金を使わない、だから必要のあるものっていうのは、国民に対する経済政策、それはしない、能登の復興を全くしない、で、えー、アメリカの武器を買う、あるいはですね大阪万博っていう危険極まりないものに、えー、ど,んど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 ん公金、税金を使っていく。だからあ 自民、公明、維新、そういったものから政権を変えていかないと、日本国民の生活が良くなることはないんですよ。明らかな話なんですよね。と、うん、いうことで、今度はちょっとまた別のニュースがあるんで、そのまあ別のニュースも、ですね、えー、岸田のおかしさをまあ示しているということで、今度、こちらのことを考えていこうと思います。岸田はですね政治資金規正法改正案を国会で成立させ、重点政策のデフレ脱却を実現するとして、 政権、えーまあまあ、向上っていうのかな、それを目指して総裁選に突入するっていうことを思ってるでもう何がなんだか分からないじゃないですか、この政治資金規正法改正案っていうのもでたらめ、これは今度、別の時にまたお伝えしますが、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、全く、ねえー、自民党が好き勝手できるようなことから何も変わってないで、このデフレ脱却っていうんですか、デフレではないんですよね、このスタグフレーション。 で岸田というのは何を考えているかわけ分かりませんが、あデフレで、そこからインフレにしてデフレ脱却すれば、国民の支持が集まって、総裁選に有利になるんじゃないかともう、岸田、頭の中お花畑なのもいいところですからね、でそのお,おそらく頭の中お花畑か財務省に言われたのか、なんだか知りませんが、ねええー、6月から1人4万円の定額減税ってね、1人4万円1年間1回もらって、どうするんですかって、1日1000円ぐらいでしょ。うん まあはっきりあれですけど、1000円、1000円ちょっとぐらいじゃないですか。それでね、えー、消費の活性化とか国民生活が楽になるわけがないでしょ。うん、誰がどう考えたってわかるじゃないですか。っていうか、そんなことがわからないんだったら、その経済の舵切れないですしね、分かっててやってるんだら、なおのこと悪質ですから、どの道どっちに転がっても悪質なんですよ。悪質ってい,いうか、無能っていうか、なんだか知りませんけど。 米、ね、財務省の言いなりなのか、何だか知りませんけど、僕たち国民のためには全くなってないわけですよ。国民生活がどんどん,どん,どん厳しくなってるわけじゃないですか。うん、で、えー、実際、この岸田のやってることに関して、えーまあ、ニュースにまあ出てるんですが、まあ、この定額減税というのは、ポーズだけ、形だけで、全く意味がないと無意味、えー、4兆円も使って実感が得られないっていうことで、うん、でもう、まあ、そういったことが言われてるんですがみ、皆さんも思うけど、無,無理じゃないですか。 1>, あ 1, 1回4万円の定額減税で、えー、何をどうするんですか生活が良くなるわけがないでしょ、全員ほぼ全員と言いましょうかあ、まあ、8割、9割の国民が厳しいとで働いてる人もそうですが年金で生活された方っていうのも本当に厳しいわけですよで、この、まあ、減税とか給付金の目的っていうのは消費の活性化なんですよ。 消費の活性化に全くつながらないですね。個人消費、えー、あるいはね、えー、日本国民の経済活動の活性化に全くつながらないわけですよ。なんか、どん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 生活必需品の物価高、物価高にその減税が全く追いついてな,ないわけですよ。で、自分たちは自民党の議員は裏金で好き勝手してるわけじゃないですか。反身なんでしょう。で 岸田はその、ね、その定額減税の給与明細の明記をするようにということで、企業の経理担当者からかなりの批判が出てるということで,で、自分たちは、ね、減税したんだ、減税したんだっていうのはそのポーズばっかり言って、話になりませんからね、それでね、次の総裁選でまた再び自分がどうにかなるんじゃないかって、おかしいのもいいところですよ、本当に。 で今度はあ、この僕たち日本国民の生活っていうことなんですけど、東京都の消費者物価指数、えー、5月の電気代が前年比13.1%上がったと、再生エネルギー特別ー付加金が乗ってきたからっていうことで、まあ、こういったところもおかしいことだらけですよね。うん、で、えー、6月からは電気、ガスの政府補助が半分になって、えー どのの電力会社も6月は過去最高の値上げにだから給料が減ってるにもかかわらず、えー、電気代、ガス代が上がるとさらに、えー、国民の生活が厳しくなると暑い中、ね、クーラーもなかなか入れづらいでもこれ,これクーラー入れないと本当熱中症とかになってしまうんだよね。 あのまあ、僕も、ね、そうですけど、まあ、皆さんもね本当体調が何よりですから、うん、この暑い中ね、ね、えー、そういうのを我慢して良よくないと、えー、いうことですだからあの、そういうことを国民に考えさせるなということなんですが全く国民のことを考えていない。 さらに6月以降は614品目の食料品が値上げするということで、さらにえ、ね、国民生活がきあの厳しくなる、円安物価高を放置させて、で結局のところ、あの大企業が儲かるだけなんですよ、その大企業と自民党が裏でつながって、金と票を交換するっていう、そういうことをしていると、でえー、円安物価高で国民が苦しくても何も国民のことは考えない。 えー、給料、手取りが25ヶ月連続下がっているにもかかわらず、意味のわからない、デフレ脱却とかって言ってるんで、だから僕たち、日本国民に問われてることがあるんですよ。何としても、いつか分かりませんが、選挙に行って国民が自民党を落とす、それだけです。それは有権者、あ僕たち日本国民、有権者の責任です。このまま自民党が続いたら、本当に日本国民が過ごせないもう日本、今もそうなりつつあるじゃないですか。 だって、こんなに厳しい状況下において何もしないんですかね。国民が必要としている経済政策を何もしない。それが自民、公明、あ,あるいは維新。だから、あ国民はです、ね、自民、公明、維新以外の,この野党に投票することが必要なんですよ。そこから先の細かいことっていうのはいろいろありますが、まずとりあえず1回政権交代、えー、自公を1回、えー、落とす、自民を1回落とす。 で野党に、えーまあ、一回政権を交代させる、そしてその後の展開は、そうなってから考える、そうしないと本当に厳しいなと、まあ、思いますということで、皆さんも多分思ってらっしゃると思うんですが、まあ、今回はちょっとこの気になるなあのニュースの中から2つ選んでお伝えいたしました。またですね、まあ、この経済のちょっと難しい話もあるんですが、分かったらお話ししていきます。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。